今日はですね、先般のこの6社での合意を踏まえて、全体会合から開始されますが、各国がその中でそれぞれの立場を述べることになると思います。我々もこの先般の合意を着実に実施するためには何が必要かという点についてですね、積極的な考え方を示して会合をですね、リードしていきたいというふうに思います。全体としてですね、先般の合意をですね、着実に彼らも実施したいという意向は持っております。ただし問題はそれを具体的な形でどういうふうにするかということが重要であって、その点について我々はまだ合意に達していないというふうに思います。今日2国間の会談の予定は、만나보니까좀그지구력이필요하기는하지만은이행계획을위한그합의에도달하는길이있다고이런생각이듭니다겁니다자그만하시죠